はい、今薩摩湖に来てます。で、この薩摩湖のここですね、ここを拡大したらね、なんか橋のようなものがあるんですよ。しかも細長いですね。で、こっから見えます。こっからズームしたらこれですね。これ橋ですね。なんかこれ渡れるのかな。なんかすごい寒いで、なんか使ってないような感じがするけど、ちょっとここに行ってこの橋を渡ってみます。今ここですね。ここなんか道があるみたい。ここから行きますね。多分ね。どうだろう、方向的に。あ、いけるかな。これあれもちゃんと道になってるね。階段があるわ。ここらに続く道か。え、これで終わり？マジでこの上、この上か。ここで終わりか。まさか。もうこうか。ゆっくりでいいのか。うわ、これはちょっと進めないな。直線距離ないよね。
これは進めんな。これね、細かい笹がねすごい多い。これいけるかな、進めね。すごいね、これこの道。うん、笹が邪魔、進まない、先に行けないんだよね、笹が。あ、あれ上だよ、あれ上か。これはちょっと待てよ、どうやって行くんだよこれ、行けねえよ、道なく行っちゃったら。その場所ですね、ここですね。ただここ、こんな感じ。もう橋になってないよね、これ。すごいね、これめちゃくちゃ廃れてる。一応ね、立ち禁って書いてあるんだよ、立ち禁して。でもまあ意味ないよね、そもそもここ来る人いないよ、これ絶対。来るのが大変だった、もう。ちょっとここ渡ってみようか。はい、じゃあね、この橋渡ってみます。これどうだろうな、なんとかなんかな、とりあえずここなんとかできるかもしれない。そうそう、ここか。これはすごいね。見ていこう、下がないよ。ほら。
いやこれ無理だかも、無理かもしれん。これ崩れるわ。そしたら鉄骨が支えてんだね。行ったとして帰りが大変だね。もう真ん中崩れてるもんね。これは。落ちたら一巻の終わりだね。いやもうこれちょっと無理だろう。ここまでかな、さすがに。ここもう足はないもんね。これこれ無理だろ、これ無理だろ、落ちるわ。この時点でやばいわ。これはちょっと無理だな。これはちょっとやばいけどね。これはちょっと厳しいね。もう特にここを渡るとしてもその奥がやばいよね。ちょっとこれみたいな。足場がないからね、こうやって広げたらねいけないこともないけど、ちょっと高いからね、ここはちょっと厳しいな、これ以上は。落ちる。ということで引き返します。この辺までいいとしてね、あそこがちょっと渡れないね。下手に渡るとね落ちる。でね、低くないからね、ここめちゃくちゃ高いからね、これ渡れねえよ。はい、ということでね、ちょっと断念しました。
まず準備不足っていうのもあるけど、ちょっとね、うん、あと電池がない GoPro の、あ、それもありますね。予想以上に足場がね抜けてんだよね。高いからね。はい、ということで、まあ来てみたんだけどこんな感じでした。